こんにちは。どうも、今日はですね、だし巻きをやります。だし巻きとは、卵巻き、卵にだしが入っています。卵巻きのだし入りがだし巻きです。はい、だし巻き、だしの量をどれぐらい入れたらいいのか。だいたい、卵に対して半分から、そうですね、8割が多いですね。最高どれぐらいまで巻けるか、僕の経験上、まあ 1.2 倍ぐらいまでかなと。で、当然だしが多いほど味が入って柔らかいのができます。今日はだし、卵2個を使って、だし、それの5割、5掛けのだし巻きを巻いていきます。じゃあ卵はだいたい1個どれぐらいの計算をすればいいのかと。だいたい1個 50cc ぐらいの感覚でいってください。ですから卵を2つ使いますので、5掛け、ですから 50cc ですね。それを使って巻いていきます。で、あと巻き方ですけれども、はい、これ色こんなになってますね。すいません、銅の銅ですね、はい、これがいいと思います。で、まあ、形もいろいろあるんですけども、まあ、幅が狭い方が巻きやすいですね。まあ、いろんなあるんで、またそれは道具屋さん行ってみてください。で、あとテフロンで、もちろんなかったらテフロンで巻いていっていただければいいんですけれども、まあそんなところ、テフロンの方がちょっとひっつきませんけども、ちょっと難しいかなというようなところもあります。でもその辺のところは上手にやっていっていただければ絶対できますので、頑張ってだし巻きを作ってみてください。で、巻き方ですけれども、ですね、手前の方から巻いていくだし巻きと、向こうの方から巻いていくだし巻きと、まあ2通りのやり方があります。2通りのね、まあ、どちらが巻きやすいかというと、向こうから巻いていく方が巻きやすいと言われています。で、まあ、こちらの方は難しいと言われてるんですけども、ごめんなさい、僕はこちらの方から教わったんで、今日はこちらの手前の方から巻いていきます。要領はこちらから巻いていくのも向こうから巻いていくのも一緒なので、そこはちょっとこうひっくり返して、まあ対角線にありますよみたいなところで、判断して理解していただければいいと思います。で、巻いていくのは、薄焼き卵をこう巻いていって、それを何回も何回も巻いていくというやり方ですね。はい、それで、最後まで巻き切ってしまうということになります。で、その巻いていき方のポイントなんですけれども、坂の方へ向かって坂の方へ向かって巻いていく、坂に向かって巻いていって、で、一旦ちょっと戻してあげます。なぜ戻すかというと、そこで締めてあげるんですよね。まあ、薄い層の塊なので、できるだけ締めてる方がピチッと最終的に一枚になるので、坂の方に巻いていって締めてあげる。手前から向こうからでしたら、坂の方に向かって巻いて締める、これを繰り返していくっていうやり方で巻いていきます。じゃあ巻いていきましょう。よろしいですか。では、ペーパーですね。ペーパーに油をちょっと引いて、はい、全体に油を回します。はい、では研ぎましょう。はい、これも泡立てる必要は、泡立ててはダメですね。でも卵白と卵黄がきっちり混ざってください。紅白のブチにならないようにね。で、京都のそのだし巻き、すいません、私京都なんで、京都のだし巻きは色をつけません。色をつけるとこもありますけれども、私は色をつけません。卵のきれいな焼き、黄色いだし、卵巻きにします。で、だしですけれども、私今回は甘煮も何も醤油も入ってません。ただ、かつお昆布だしですね。これを使います。好みによって、醤油を入れたり、甘みを入れたりしてください。それは自由です。よろしいですか。で、醤油を入れると、やっぱり、焼き色がつくっていうか、焦げやすいので、そこも頭に入れてやってみてください。色関係なし、味重視でしたら、好きなだけ醤油を入れていただいていいと思います。はい、カメラさん、こっち見てください。その、巻き方の、今この動画なので、味付けに関しては好みでやってください。よろしくお願いしますね。はい、では巻いていきましょう。はい、卵料理、これはオムレツでも卵焼きでもだし巻きでも一緒です。温度が全てです。いいですか。だし巻きの場合、こうやって温度を測ります。ね、いい感じですね。チュッと言えば熱いです。
熱かったら適温になるまで冷ましてあげてください。ぬるかったら火にもう一度かけてくださいね。はい、では私は手前の方からですので、卵を手前の方に入れます。いいですか、手前の方ですね。でこのまま一気に向こうへ流します。ダー、はい、でポコポコポコっとなりますけども、この泡は潰してくださいね。熱がこもらないように。はい、では芯を作ります。手前の方からですね。この時はお尻を上げてあげます。いいですか、高温計の方がいいかな。締めながらいきます。この芯が非常に大切です。いいですか、締める時もこうですよね。じゃん、若干こうですね。こういう風にして締めてあげます。はい、これの繰り返しです。はい、じゃあ油をもう一遍敷きます。はい、ここですね。あと油敷いてないとこはこの卵の下ですよね。このまま手前に持ってきて卵の下のところですね、油を敷いてあげてください。はい、じゃあまたそれの繰り返し。はい、いきます。はい、ここに、こうですね、流します。見えるかな、カメラ OK ですね。で卵を押さえて一気に向こうへ持ってきてください。卵ずれないようにね。でこれちょっと残りませんでしたけども、ちょっと少なかったようですね。で少ない場合は足してこの下ですね、はい、この下を浮かして卵を流し込んでください。でまた卵を押さえてこうやって流してるんですね。でこれが乾かないうちに巻きます。いいですか、でこういう状態ですよね、角度はね。でこれに対してよいしょ、で締めます。よいしょよいしょ、締めますよいしょ、締めます、よいしょ、締めますですね。はい、ではもう一度ですね。はい、油を引きます。で卵の下のところにも油を塗ります。はい、温度を測ります。流します。卵を押さえます。全体に卵をまぶして下に入れます。残ったやつもまた全体に向こうへ持ってきますね。要するに濡れた状態にしてあげます。はい、この下をちょっと温めてそのまま巻いていきます。卵と一緒にこうですね、よいしょと、よいしょ、こうですね。卵の関係上火が通るので早くしてますけれども、いいですか。はい、またこっち持ってきて卵の下のところに油を引いて流します。はい、これですね、ちょっとねこれ、分量ちょっとこれ多いんですね。いわゆるどうするかというのをついでにやってしまいましょう。はい、いいですね、これ卵多いですね。多いのをちょっと向こうにやっておきます。いいですか、でここ1回だけ巻けます。でここ戻、ここで戻します。でその下に卵を今入れました。これでジャストですね。こういうやり方があります。はい、トントントンします。はい、よいしょよいしょ、いいですか、やってこうやって締めてますもんね。はい、出来上がりました。もうこれもう一重しましょう。ここに持ってきてよ、もう一重。なぜかというと、今手を持ち替えましたけれども、こうですね、これで流し落とします。はい、こういう状態ですよね。英語で訳すと卵2個スープストック50のだし巻きです。よろしいですか。はい、最初に申しましたように、だしが、卵2個に対して、まあ、50から80、まあ、100ぐらいまでいけますけれども、だいたい5かけから8かけぐらいでだし巻きを作ってみてください。今回は焼き色のつかないだし巻きです。非常にふわふわして美味しいです。レッツトライ!